トイレ楽しくてしょうがない。これあるの。日本を揺るがすぞ。これ揺るがす。7番ホール277ヤードのパー4です。一見短く見えるんですけど、三本木と4つかな、結構大きめの4つのバンカーがすごくプレッシャーになるホールになってます。で、今はさっきのホールでバーディーを取ったのでパープレーに戻りました。今日神がかってるパープレー目指して、そして70台目指して頑張ります。神がかってない。本当に池田さんやばくない。ここがやばいんですか。池田さんやばくないって意味。やばいです。やばいよね。50度でいきます。でかい。ちょっとでかかったね。そうですね。え、待って、違うと思う。アドレナリンだと思う、絶対。いや、多分いつも3度で打ってますよね。いやいや、打ってない。絶対打ってないよ。3度だったら、手前になっちゃって怖いから、絶対1番手大きく打ってるもん。いや、絶対アドレナリン、これは。ですか？アドレってる、ちゃんと。マジで。めっちゃアプローチ切れてますね。キレッキレだね、アプローチ。あー、惜しかった。見てよ、もうちょっとだった。それでもナイスパーです。よく寄せました。パーだよね、うん、パーですね。だよね。やばい。ん？あと2ホールで。やばい。ドキドキしてきた。いや、久々です、この緊張感とワクワク感と痺れる感じ、たまんないね。いくよ。8番ホール341ヤードのパー4です。右の木がすごいプレッシャーのかかるホールだね。木が邪魔かな。セカンドが右。ちょっと木邪魔かも。もうなんか楽しくてしょうがない、この2ホール。もしかしたらベストスコア今日更新して記録的な回になるかもしれないってことが、もう嬉しすぎて楽しすぎてショットに現れてると思う。もうとにかく皆さんの期待を背負って頑張りたいです。え、全然大丈夫じゃん、木。私、木の根元に落ちたかと思ってた、ね、すごい前向きな錯覚だね。ある意味124って出る、絶対もっとあるよね。いや、でもそんなもんじゃないですか。すごい上げてますからね。8番だとなんか緩んじゃいそう。1番ではないかな。9番でいいか。この50度がめちゃくちゃ神がかってる。これこの子めっちゃいい子。スライスの20ヤードですね。うわー、止まっちゃいましたね。スピンかかっちゃいましたね。ナイスですよ。ありがとうございます。
39って言ってましたよね。39です。ってことはハーフのベストも更新するかもしれないですね。そういうことです。ベストの更新しまくりです。最終ホールまでやってきました。今のところ後半パープレーで回っています。ここをパーで上がればもちろんベスト更新ということで 76? すごくない？2打もさ、まだ上がってないけどね。で、ここボギーで上がってもベストスコア更新ということで、ハーフベストも更新ということで、死ぬ気でパープレーで回ります。ナイスすぎ。待って、うんまーありがとうございます。ありがとうございます。ナイスショー。よしよしよし、これあるど、日本を揺るがすぞ、これ。震わす？揺るがす。キャー、揺るがすぞー。めっちゃ飛んでる。すごい、240飛んでる。アドレナリンだ。よーし、最後ぐらいね。笑顔で終わりましょうよ。75。出た。私の一番の課題の距離。でも今日のスターじゃないですか。50じゃないですか。この子だな。待って、バーディーチャンスなんですけど。いや、ありがとうございます。すごーいよっしゃー。ずっと課題だった70ヤード、よかったですね。最後はクリアできて完璧ですね。最後バーディー取ったらあったけど、アンダーでしょ。アンダーで回ることで、やばい、ね、26年間で初です。アンダーパー。やばい。 YouTube 始めて YouTube1 ヶ月でアンダーパー出しちゃう、ハーフで。ほぼまっすぐかもしれない。いや、なんか緊張してきた。はい、私もすごい心臓がバクバクいってます。やばい、聞こえる。何が聞こえるんですか？え、聞こえる、ドクドクが。あ、ドクドク。46です。すげえ。しかも私のハーフベストが39なので、嬉しい。3だ。はい。まあ前半40でしたけど、後半本当パープレーで一度も回ったことないので9ホールも、この1ヶ月、初めて1ヶ月でこのぐらい自分がこうゴルフにちゃんと向き合えてるっていう、こう証拠が皆さんに見てもらえたっていうのが、目撃していただけたっていうのがすっごく嬉しいです。はあ、ありがとう太平洋。ここ太平洋じゃないか。太平洋です。太平洋ですよね、このコースはね。そうです。え、すごない？すごい。ガチ一人ラウンド終わりました。そしてなんと78のベストから76になりました。
嬉しい、本当に嬉しいです。というかもう目標がパワープレーで回るっていう目標をずっと掲げてやってきている中で、まあ76というベスト更新にはなったんですけど、まあ、後半その72に近づくパワープレーで回ることができたっていうのはすごく大きな収穫でした。で、セカンドは乗らなかったんですけど、神がかったアプローチとパターが本当に良かったです。後半何パットだと思います？12、3パットぐらいですか。9パットだったんですよ後半1ホールで1パットで入れてる計算になるんですよ。なんで本当にグリーン周りっていかに大事なのかっていうのと、やっぱ60ヤードから80ヤードのアプローチ、そしてセカンドの、ショットの正確さっていうのが自分の中で明確に課題で見えたので、今後パワープレーにを目標にしながらこの課題をしっかり、なんだろう、技術アップして、皆さんに真剣ゴルフをお届けしていけたらいいなと思います。皆さん応援ありがとう、これからもよろしく、うれちー最後変な人になっちゃったでもすごくない？すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日はジョッキでビール飲んでいい？ダイエット中じゃないですか。あ、そうだった。